メジャーリーグ機構 MLB は22日、日本時間23日、オールスター戦、7月11日、シアトルの先発野手を対象とした、ファンによる一次投票の結果を発表した。レッドソックスの吉田忠直外野手は、同日時点でリーグ4位の打率、.304と好調をキープ。リーグ全体でも8位、新人では、トップの打率と好成績ながらも選出されず、地元ファンからは、恥ずべきことだ、オールスターをボイコットすべきなどと、嘆きや怒りの声が聞こえている。ファンとしては確かに残念だけど、メジャー1年目で疲れもあるでしょう。個人的には、静養期間となって、むしろ良かったのかなという思いも。そういう意味では大谷もオールスター期間は、静養に当ててほしいけど、ファン投票がダントツだからね。人気者の宿命だし、大谷は何事にも、全力投球なので、吉田の分も頑張ってほしい。ファンによる一次投票では各ポジション上位2人、外野手は上位6人に入ることが必要だが、吉田は77,214票を獲得したもののア・リーグ外野手、部門8位にとどまった。他のポジションでも、ラファエル・デバース内野手が三塁手部門で4位に入ったのが最高と、レッドソックスからの選出はなかった。地元メディア、マスライブ、コムのクリス・コティーロ記者が、ツイッターで、来月シアトルで開催される、オールスターに、レッドソックスからは誰も先発しないと伝えると、吉田に、チャンスがあると思った自分がバカだった、吉田や、デバースが選ばれないのはムカつく、吉田が、トップ5に入っていないなんて、悲しいなどと悲嘆に暮れるコメントが溢れた。また、ファン投票をやめろ、不正に仕組まれているなどと、過激な発言も見られた。それだけ、吉田への地元ファンの期待値が高いという証拠でも、あるだろう。ファン投票落選をバネに、さらなる活躍に期待したい。同じ話題で、国内のファンは、ソーシャルネットワーク上で次のような個人的な、意見コメントを投稿しました。吉田忠直が大活躍しているのは間違いないし、応援してるので落選は残念だが、上には、上がいて、レッドソックスだけを見ても、ディバースやターナーが本塁打では大きく上回っており、現時点で、ア・リーグ59位なので、HR 数を特に重視する MLB では妥当な、結果だと思う。ファンの声も大事だが、どんなことでもヤジを飛ばす人は、一定数いるわけで、こうした大げさな反応を切り取っていかにも MLB の、ファン投票でありえないことが起きたと見せかけるような、メディアの伝え方は球宴そのものの価値も下げるのであまり、好きではない。しょうがないと思う。セールスポイントの打率で圧倒的な結果を残していないし、新人ということが、プラス要素だけだから。頑張っていると思うし、応援もしているが、もっと活躍して、シーズンが終わった時に、オールスターに選べばよかったと思わせるように頑張って、欲しい。オールスターに選ばれなかったのは残念だけど、それで、吉田の価値が落ちるわけじゃない。まだ推薦枠あるしわからないけど出るなら頑張って、欲しいし出ないならしっかり休養リフレッシュして、後半戦で、首位打者目指して欲しい。全米の MLB ファンが見たい選手が選ばれる、オールスターだから、やはり記録より知名度なんだろうな。記録なら、イチローのような、ズバ抜けた数字がないとやはり厳しい。このオールスターに10年連続出場のイチローの凄さを改めて感じた。確かに、高打率は維持しているが活躍がコンスタントではなく、片目打ちしたり、ノーヒットだったりと、振れ幅が大きいムラがある気はする。メジャー挑戦初年度なんだから、まだまだ順応期間。オールスターよりまずは、シーズン通してどうだったかの見極めが先決だと、本人も自覚していて、救援に出る出ないなんてのは、全く気にしていないんじゃないだろうか。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。